こりゃトーマです。キキララキラコマスコアタね、終わったけども皆さんはゲットできましたか？まあ僕の動画を見てくれてる人はね、上級者の人が多いというのを聞いてるんで、ゲットしてるでしょう。大丈夫ですか？はい。まあ俺はね、結果44位やったわ。まあ50以内、意外とギリギリやったね。ちょっと危なかったけど、まあまあまあ、計算通りよ。はい。ってことで、今回も50以内チャレンジはセーフといった感じで、キキララキラコマ、今回これをね、まあ使っていこうかなということで、必殺技はもういいね、これは。キキララ、うん、これはいいでしょう。で、スキル、後ろのスキルが、ちょっと一応ね、一応1だけ上げて、スキルレベル2にしたんやけど、そしたらね、回復量が、確か40やったよね、1やと。それが120まで上がったわ。結構上がるね。で、まあ、バンバラヤと一緒みたいな感じやけど、スキルマックスにしちゃう？一応しちゃう？まあ、どうせスキルの秘伝書余ってるしな。一応しちゃうか。多分ね、これスキルマックスにしたら、相当いくと思う。回復量、400ぐらいいくんじゃない？あ、でも意外とないか。まあまあまあ、8冊あれば大丈夫。8冊あれば大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。まあ、最悪ね。まあ、ガチャとかで入ってくるし。多分480ぐらいじゃない？あ、400やったわ。400、ジャスティやね。ジャスティス。はい、スキルマックスにしたら400ですね。ってことで、このスキルと必殺技、ちょっと使っていきまーす。はい、ってことで、まずスキルね。HP が0になったら復活して、技も溜まるというのを見ていこう。はよう、はよう、0にしてくれ。ゼロにしてくれ。あ、もうちょいもうちょいもうちょい。25。これで復活するのかな。相手もあれやな、キキララや。おお、復活した。これ縦だっけ？これ縦だっけ？あ、縦やね。まあまあこんな感じやね。まあ、別に普通やったわ。普通に400回復して、で縦に消えるっていう感じやね。はい。まあでも正直スキルマックスにする必要は別にないかなっていう感じはするかな。うん。あ、でもゲートのイベントでワンチャン、まあでも40でもいいか。ただ400だったら一発受けても耐えれちゃうね、ゲートのイベントで、おそらく。まあでもそれぐらいかな。だから別にスキルは1のままでもいいかなとは思います。ってことで、次は必殺技たくさん打ってみようということで、まあスクワタが手っ取り早いかな。26億。お、9位やん俺。あ、まだあれか、まだっていうかあれなんよね、まだボーナスが次のイベントの妖怪やから、ボーナスいないよね。だからまあ別に意味ないんやけど。ちなみにこの26億はあれです、安室さん、安室さんでやった。だから安室さんとキキララキラコマ、どっちが強いねんっていうね。まあ結果分かってるけどね。はい、やっていきたいなと思います。パーティーいる？パーティー最初に見せたっけ。これでいくか、これでいこうかな。はい、じゃあちょっとやっていきまーす。さあ行くぞ。まあ不思議だったらね、プニキュービの方がいいんじゃないのっていう声あると思うけどね、その通りよ、その通りやけど、まあまあまあ今は置いとこうぜ。それはそれ、そういうのじゃないから今回は。だって俺頑張るし、俺頑張るし、その、なんていうの、ほら、安室さんにも勝てるかもしれんよ、もしかしたら。もしかしたらね、ほら、やっぱ、頑張れば。どっちが強いとかさ、まあ、後でわかるか、後でわかるわ。安室さんといい勝負するかもしれないもんね、もしかしたらね。でも、なんか、めっちゃやりやすいね。ほら、先週あれやったやん。キティちゃんやったから、キティちゃん、バリバリ降ってきて、めっちゃやりにくかったけど、やりやすく感じるわ、気のせいかも。ちょっとエジソンと見に行くか。大丈夫か。嫌いな妖怪第3位エジソン。大丈夫か、大丈夫か。 OK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 。 で、オナラマ行って、わ、キラコマいっぱい。キラコマ、あ、これ、これ抜けない。いや、本気出す。俺本気出すから、大丈夫。キキララ、大丈夫なのか。
これやばい、これやばい。おお、縦だよね、縦だよ、縦だから大丈夫だよね。縦だから。あ、今うまい、今のは割れながらうまい。いいぞ、いいぞ。待って、完璧じゃね。え、これ言うことなくない？これはでも結構いくくない？キキララ241万、あとだってまだいてるもんね。おい、キキララやるな。キキララいけんじゃね？もう一発いけるもんね。うん、トマトマ、つまんないですね。はい、結構いったんじゃない？ほら426万円。あれ、安室さんの時どうだった？さっき軽くやったんやけどちょっと忘れちゃったな。あ、でも500万ぐらい来たかな。スコアは6億。あ、待って、6億だったら、おっと、おいおい、まさかこれ安室さん超えちゃうんじゃね？と注目を集めていて結局超えないっていうのがまあオチでしょう。いやでも分かる、ちょいそこでもう今さ、キキララキラコマをさ試してんだからさ、膨らまないとかマジやめてくんないかな。それはないわ、それはないわ、犬さんよ。ちょ待って、こいちょ待って、ちょ、あっ、これダメじゃない？もうほらほら、今2つ膨らまなかった。本当だるい、本当それはだるいって。ちょーちょー、うわ、まあ、あ、押せなかった、おっとっと、まあ、まだわかんない、まだだって。今回降ってくるとかないから、まあ、今更やけど。あと今更情報を一つだけ言っておくと、タップでデカプニを消す系は、プニ消えないっていうのはダメだけど、あの1個でも1サイズのやつでも消えれば OK やからね。あのいちいちでかいのは消さなくていいから。360万、あ、さっきよりやっぱほら一発少ないわ。さっきだってさっきより一発少ないわ。分かんない分かんない、でもそんなに変わんなくない実際。いやだってまあ安室さんのやつ動画にしてないけど、まあまあ、あーでも11億か、変わるか、変わるか。26億だよね、安室さん。オッケー、安室さん把握。いや悪くない、頼む、ね、頼むよ。だからさ、二個損失はやめませんか。二個損失はまあなんとかなる。オッケー、まあバンバー天才すぎるわ。いや、これでもあと4秒でいけるか、4秒でいけるのか。ちょ、また12、え、12じゃないこれ。もう、しかもこれやばくない、お、動いてる。お、危ねえ。サイズ？え？サイズ 16？ 意外と大きかった。まあまあ、ちょっと、でももういっか、これで。でも悪くはないもんだって。これ安室さんだったらなかなかのスコア出てる。239。ああ、これあれか、360万コースか、キキララ。いや、技はなー、かわいいなー。これ本当に360万じゃない、やばい、ジャストじゃない。ほらすげえ360万。ちょ待って、でもさ、ほらやれることはやったって、やれることはやったから、これで、お疲れ様でミス。安室さんの方が強い、間違いございません。まあ知ってたけどね、てか安室さん Z ランクやしね。うん、そりゃそうなんやけどね。まあでもほら頑張ったよ、20億やん、頑張った、思ったよりはいったわ。はい、ってことでこんな感じで、ちなみにプニキュービが必殺技114ポイントだね、一番下で。さらに必殺技 G があると。114、これも一緒かな。113、あれ113、なんで1ポイント少ないの。ええ、
それは謎だわ。なぜかプニキュービより必殺技の何威力1ポイント少ないですね。意味が分かりませんね。はい、まあ、プニキュービ持ってる人はねあれかもしれんけど、まあただ後ろの必殺技じゃないわ、後ろのスキルはねゲートとかで使えるんでね、まあゲート来た時はね思い切って使ってみたらいいかなと思います。はい、ってことで本日は以上になります。よろしければチャンネル登録、いつも通り高評価たくさんお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ